小雨が降りしきる中、クーニンズの自主練習にある投手が投げに来ました。倉田と申します。倉田さん、はい、ちょっと旧歴教えてもらえますか。旧歴は、横浜高校で、その後は城西国際大学で、今は一般企業に勤めてるです。横浜高校誰の代ですか。プロいます。前後ちょうど誰もいなくて、谷間の世代って言われてる。谷間の世代倉田さんは横浜高校時代、3年夏に甲子園に出場、最後の夏は3回戦で敗退し、その後は城西国際大学で2015年全国大会にも出場しました。その後卒業して社会人となった倉田さんに、ある悲劇が訪れます。右肘靭帯断裂によるトミー・ジョン手術を受けることに。高校3年の夏前ぐらいからもう肘がずっと痛くて、で痛くない日もあったんですよ、ね、時もあったりとかして、リーグ戦でも投げさせてもらったりとかして、で切れたのはいつなんですか。そうだな、2年前ぐらいです。だったというか、家でシャンプーしてたら、なんか肘痛いなって思いました。どんな動きしてたの。いやもう普通にこう、で肘痛いなと、こうやってたら、野球と同じ痛みがしたんで、その時に、あ、なんかまずいなと思って、ついに日常でもちょっと支障が出ちゃったのかなと思って、まあ、病院に行って、で MRI 取ったんで、そしたらもう、腱が切れてるのと、骨のこっち側もこう折れちゃってて、ネズミが走るみたいな、よくないなやつっていう、まあ、だから日常から来たっていう感じですね。日常から来ることあるんですね。でもうその時はもう別に野球はもうそんな熱はなかったんですけど、でもこれ直すってことは、まあ野球もう一回できるんじゃね的な感じになったんで、ちょっとやってみるかって言って、まあ今になるっていう。それは軟式でじゃあリカバリーしようみたいな感じだったんですか。そうですね、もう年齢も年齢ですし、あとはまあちょっとやりながら将来的にはまあなんか教えられるような、なるほど、人を目指したいなっていうのもあります。で、その復活の舞台をクーリングで投げたいなってことあったんですか。そうですね、見てくれてたんですか、ずっと動画は。あ、結構見てました。クーリングさんはなんかすごいこう全力な感じだったんで。まあ、でもトミー・ジョンってことはイニング制限とかもあるんかな。イニング制限はもうなくなりました。あ、球数制限もなし。今は全力で投げられるのってだいたい50球ぐらいで、この前で144 普通に中津の全盛期ぐらい投げてるな。変化球は何あるんですか。変化球は、カーブとスライダーとカットボールと、チェンジアップと通信です。わかりました。ちょっとじゃあ今日は練習でクーニンズメンバーに対して投げてください。はい、無理のない範囲でお願いします。はい、わかりました。じゃあやっていきましょう。ありがとうございます。
ですけど、立ってみた感じ、立ってみた感じどう？そう、まあコンディションもあれだと思うんですけど、まっすぐで押してくるタイプだったら寺さんとかは好きそうだな。ケイスケは？自分もどっちかといったらそっちの方が狙いやすいんで、これ変化球がもっと分かってくれればどうかなって思います。次どうやった対戦してみて、見逃さんしやったけど、一個一個の球はまあいいんじゃないですかね、多分。でチェンジかフォークかあんまり分かんないです。落差があるんで。ちょっとコンディション悪かったけども、はい、どうでしたか。やってみてスライダーがかなりいいピッチャーかなと思ったんですけど、はいはいはい、決め球はスライダーですか。いや、決め球はチェンジです。チェンジなんだ。今日僕の時投げました。いや、投げてないです。スラっすよね。結構まっすぐっぽく最後キュッて曲がるから、はい、めっちゃいいなと思ったんですけど、チェンジアップの方が自信あるんですけど、左バッターにしかあんま使わない。お、右はなんか僕抜けちゃうんで、デッドボールになってます。あ、そうなんですね、はい、だからあんまり右バッターには投げないです。外にこう逃げていくんで。横浜高校って投手メニューどんなこと教えてくれるんですか。体の前で操作するっていうのはすごい教わります。だからまあ本当にそういう基本的なところぐらいしか教わらないです。あと全部トレーニングです。ランニングです。結構原始的にタイム走、ダービー走、3、400メートルぐらいで秒数が決まってるんですけど、それ以内に帰ってこないとやり直しっていうか、これが毎日5本あって、当初はで、その後にまたこう95メートル往復のダッシュがあるんですけど、それも5本やって、で待ってる間はなんかタイヤを押したり、学校終わって練習始まって毎日1時間ぐらいは最初はもうピッチャーはランニングメニュー、そこから校内連携あったりとか、まあ、シートの服とかやったりとかですかね。はい、15分ありがとうございます。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。